めちゃめちゃもちろんあって、東海ってやっぱどういうチームっていうのをすごい4年生で話し合って、やっぱディフェンスだなって。自分昔の東海がすごい好きで、まあ、ちょうど大輝さんとか狩野さんとかそういう代のインカレを見て、本当にディフェンスチームで見ててワクワクするチームだった。そういう東海を取り戻したいっていうのをリクさんに言って、でもそれを目標としてやってきた結果が今ディフェンスチーム、まあ、今大会みたいな感じで失点が少ない状況を作れたのかなって。スーパースターがいっぱいチームメイトにたくさんいる中でどうしようかなって悩んでた時に、プロチームと練習試合する機会があって、その時に東海の OB 選手がこういういっぱい集まっているチームだからこそコミュニケーションをいっぱい取る、キャプテンは大変だけどみんなやっぱ意見がある、絶対あるじゃないですか、上手い人たちって絶対言いたいこといっぱいある、それをまとめ上げるのがキャプテンの仕事って言われてて、自分はもういろんな人に話を聞くようにしてて、それを まとめるよりは雄大とかに相談しながら、まあ、相談ももちろんですけど、まあ、こうしようこうしようっていうのをうまくできて、まあ、この結果だなっていうのはすごく思いました。まあ、今年コロナ期間があってコミュニケーションがなかなか取れないという中で、まあ週1回まあリクさんをまあ筆頭にトレーニングしたりとかそういうのがあったからこそ、いざ始まった時にいい感じに入れたんですけど、その期間がまあどうしようどうしようっていう不安が先で、そういう時ってのは結構孤立、キャプテンだから孤立しちゃう時があって、でそういう時こそまあ同期雄大とか青手とかにまあもう電話してもっとこうしようみたいな言ったりとかっていうのが、まあ、自分の中で助けられてて、それがそのままいい感じにいざ練習始まったらスムーズに入れたっていうのがありました。まあ、よくプライベートでも一緒に、まあ、4年3人とソータとかまあレイとか出かけたりもしてたんですけど、その時にやっぱバスケなんでバスケの話をめっちゃしてて、で、まあ、自分と雄大もやっぱソータのその IQ とかひたむきな努力とかそういうのは見てきてるし、ソータをまあ公には出せないけどゲームキャプテンとして、まあ、俺らはそうやって見てるよみたいな、俺らもそういう風にしたいって言ったら、まあ、俺は思ったことももう今年はもう絶対言うみたいな、そういうとこからやっぱ変わってくれたっていうか、上級生になって彼なりにいろいろ考えてた結果が、まあ、今みたいな形になったと思うので、4年生にとってはすごい助かりました。もっとディフェンス失点少なくこだわってやりたいなと思います。もちろん優勝なんですけど、大会が終わって、まあ、東海いいチームだったなって思えるチームを作るのが、まあ、自分たち4年生の目標なので、そこに向かって頑張りたいと思います。毎試合3つやりぐらいはあるじゃん。ありますね。あと5つやりぐらい行きたいです。いや最近やっぱテンション上がってる。めちゃめちゃインカレでやってる本番みたいな。うお、すげえ、嬉しい。